では次に、そのじゃあ中国徴用定理を使う際に、そのこの法ですね、このモジュール N の法をどのぐらい大きく取ればよいかということについて、まず考えてみたいと思います。今ですね、ある法 N で、この、この C の行列、AB、A と席の B、席、A と B の席 C ですね、の1個の成分をこう計算したとして、でこれが、C の RT 成分に合同、N の法として合同だったとします。で、また、別なですね、またこの法 N を、法 ON として、別にこの A と B の、C のですね、A と B のですね、この RS、C の RT 成分の積を計算した結果がですね、この N の法として、この C' の RT に、合同だったとします。で、この時に、確かめられるのはですね、この C のプライム、この C プライムの RT っていうのが、マイナス2分の N から2分の N の間にあって、でさらに、この法の N がですね、2倍のラージ N プライムの2乗、あ、2倍のラージ N プライムより大きいような法が与えられているならば、この両者のこの成分は、一致するということが、次の理由でわかります。それはなぜかと言いますと、まず今、この C の RT とですね、C' の RT っていうのが、今、法 N の法として合同っていうことですので、この前のスライドからですね、このスライドから合同っていうことですので、この C の RT と C' の RT の差というのは、N で割り切れるというわけですね、合同式の定義から。で、あと一方で、その C の RT 成分の大きさっていうのは先ほどの過程で M' より小さいというふうにしておりました。でそうしますと、この C の、RT 成分と C' の RT 成分の差という差の絶対値ですね、まず三角等式を抑えます。三角等式を抑えると、C の RT 成分の絶対値と C' の RT 成分の絶対値の和で上から抑えられることになります。でところが、このそれぞれの、成分ですね、RT 成分というのはですね、まず C の RT 成分の絶対値は M' で抑えられていると。でそれから、この C' の RT 成分の絶対値は、先ほどの過程からこの2分の N で上から抑えられているということで、でさらにこの M' ですね、M' に対して N、2分の N の方が大きいという過程がありましたから、これで結局この C の RT 成分の絶対値と C の プライムの RT 成分の絶対値の和が N で上から抑えられたことになります。ということで、この C の RT 成分と C' の RT 成分が N の倍数で、かつその差が N よりも C に小さいということですと、これを両方満たすのは、この C の RT 成分と C' の RT 成分の差が0、すなわち両者が等しいという場合しかありえませんので、これで両者が等しいということがまず言えるということになります。で、このことからしますと、その中国徴用定理を使うときの法 N としては、この 2M' すなわち M というのは、その今回与えられた行列 A と B の各成分の絶対値の乗解ですね、それからスモール M はその行列のサイズ、この積ですね、で 2M にラージ M2 乗かけるスモール M よりも N が大きくなるような法 N を取れば、そこの乗与感で計算した結果が、整数感で計算した解に一致するということが分かります。あともう一つ注意点として、この乗与感で計算するときに、その弦というのは、このマイナス2分の N から2分の N の範囲で取るということですね。その乗与感の弦の取り方として、今回、法 N としますから、その N 個の弦が
あるわけですけれども、一つの乗用感の弦の取り方としては、その整数、比譜の整数だけを使うやり方があります。まあ、0から n マイナス1までというやり方ですね。でもう一つは、この0を、なんでしょう、区間の真ん中に置いて、マイナス2分の n から2分の n の範囲で乗用感の弦を扱うというやり方があります。で一応、今回はですね、その減算を伴いますので、そうしますと、乗用感の弦としては、この0を真ん中に、区間の真ん中に置いて、マイナス2分の n から2分の n の範囲でこう求めるという点に注意してください。はい。で、これでまず、その中央苦渋定理を用いる際に、その、まず大きな方 n が決まったので、今度はその、その n、がですね、積になるような N1 から NK ですね。N1 から NK の積が N になるようなこの N1 から NK をどうやって決めるかという話になります。でまあ実際、まあ、一般にはこれ互いに素であればいいんですけれども、まあ、現実的に計算機で扱う際には、まあ、あらかじめ素数を何こう K 種類用意して、異なる素数を K 種類用意しておいて、まあ、そこで計算をするということになります。それで、あと、方はですね、先ほど言ったように、あ、そうですね、n が2倍にかけるラージ m 2乗かけるスモール n の満たすように取ること、それから乗用感の弦はマイナス2分の n から2分の n の範囲で求めるということも書いてありますね。で、最後で、今度はその n1 から nk のこの個数ですね、個数をどうすればよいかということなんですが、まず、前提としまして、この n1 から nk、そのものは単精度の素数としておきます。なぜかというと、まあ、今回はですね、この多倍長の整数の計算をなるべく早くしたいということだったんですね。で、ですので、その使う道具としては、なるべくその単精度の整数での加減乗除をたくさん使って、で、多倍長の演算になるべく持ち込まないようにするというのが目標なわけです。ですので、このN1 から NK としては、その単精度の素数とするという仮定を条件を設けておきます。でそうしますと、この N1 から NK がですね、そのこの2倍のラージ M2 乗かけるスモール N より大きいという条件を満たして、でかつその、なるべく小さな K にしておきたいということですので、まあ、それを計算しますと、まあ、この n の長さっていうのが、まあ、n1 から nk の積の長さなんですけれども、この n1 から nk の積の長さっていうのは、まあ、それぞれの数の長さのこう和なわけですね。で、n1 から nk 自体は単精度の数としておりますので、そのそれぞれの長さは1ですから、ちょうどこの n1 から nk の積の長さが、まあ、k なんですけれども、この k がですね、大体、まあ、オーダーの L に、あ、シータか、シータの L に等しくなるようにすればよいと。だから、まあ、シータの L っていうのを、まあ、最初に見積もったわけですけれども、まあ、このシータの L、この L の長さと、まあ、同程度のになるような、この個数ですね、個数の素数を用意して、中国乗用散布を実行すればよいということになります。まずここまでで、中国乗用散布で使う、まあ、素数ですね、が決まったと。その個数も決まったということで、押さえておいてください。では、その中国乗用散布によるその行列積の計算のアルゴリズムを示したいと思います。入力としましては、行列 A、B、これは整数を成分に持つ M 次正方行列ですね。それから、その A の各成分の絶対値および B の各成分の絶対値の上階、上階ですね、M、ラジ M を入力とします。そして、出力としては、この A、行列 A と B の積 C を出力するということにします。で、ステップの最初はですね、先ほど今述べました議論に基づいて、この N1 から Nk の積が2倍のラージ M2 乗かけるスモール M を満たして、かつ互いに素であるような N1 から Nk をまず決めます。まあ、一般には互いに素であればいいんですが、まあ、大体の場合は現実的にはこの素数、稽古の素数を選んで、異なる素数を選んでいくということになります。
で、次のステップですね。まあ、ちょっとパッと見て面食らう人もいるかもしれませんが、まずこれ、フォーループが三重になっているということに、注意してください。で、じゃあ、外側のループから順番に説明していきます。これは、まず外側はですね、i に関するループで、i が1から k まで次の中のループの操作を繰り返しなさいっていうことなんですけれども、i が1から k まで動くというのは、実はこの i というのはこの ni ですね。この ni の i を指しています。ですので、この一番外側のループっていうのは、この法のですね、法をですね、n1 から nk まで、こう取り替えて繰り返しなさいということを意味します。まずここまで、ここでいいでしょうかね。ですので、法についてまずループを回すと。で、次に中の、ループですね。真ん中のループは r が1から m まで。それから一番内側のループは t が1から m までっていうふうになっていますが、この r と t はどこで出てくるかっていうと、これは ai の、a の rt とか b の rt とかで行列の rt 成分を指すわけですね。ですので、中の二重のループっていうのは、その行列の各 rt 成分に対して次の計算を繰り返しなさいということを意味します。よろしいでしょうか。一番外側のループで、その素数の方の ni に関する繰り返しを行いなさいと。で、その中で各 ni に対して、この行列の各成分に対してこういう計算を行いなさいということを言っています。じゃあ、実際に行列の各成分に対して、その何をやっているのかっていうと、ここで見てわかるように、1行目では、この a の rt 成分を ni で割った乗与をこれに代入しなさいと。で、2行目では、b の rt 成分を ni でやった乗与をこちらに代入しなさいということで、そのやっていることとしては、その与えられた、まあ、法ですね、法 ni ごとに、この a と b の成分をその ni で割った乗与から、まあ、行列を作りましょうということをやっています。まず、こういう流れをですね、まず掴んでください。まあ、最初見ると、って思うかもしれませんけど、やってることを一つ一つ追っていけば、そんなに難しいことはやっていません。はい。次、3番目のステップですね。で、ここでもやはり、その三重のループになっているんですけれども、その三重のループの仕組みは先ほどと全く同じです。一番外側の、この i に関するループというのは、この法ですね、法 ni に関して次の計算を繰り返しなさいということですので、まあ、それぞれの法 n1 から nk に対して、次の計算を繰り返すということをやっています。じゃあ、その内側のループなんですけれども、内側のループの変数を見ると、2番目のループは r が1から m まで繰り返す。で、一番下の下のループは t が1から m まで繰り返すということで、これは、まあ、これ RT というふうにここで変数が使われているということはですね、これはこの C の RT 成分を計算しなさいと。だから、行列の積の RT 成分を計算しなさいということを言っています。で、それをどういうふうにやるかっていう と、ここにありますように、この AI の RS 成分と BI の ST 成分のまあ、かけて加えるわけですね。ですので、この A と B の積の RT 成分を計算しなさいということをやっています。まあ、実質的にここで行列の乗算が行われているわけですね。で、この AI とか BI とか CI って何だったかっていうと、これ前のスライドで代入しましたように、これ、A と B の成分をですね、それぞれNi で割った乗与間での行列ですね。で、まあ、そういう表記をしておりまして、で結局この CI というのが、その NI を法とする、まあ、乗算の結果ということになります。ですので、まあ、この3番目のところ、3番目のステップで、なんでしょうね、その実質的な行列の積をこう、法の NI を取り替えながら計算しているということになっています。で、4番目ですね。4番目は、ループが二重になってます。ループが二重になっていて、これは、どの変数に関するループかっていうと、r が1から m まで繰り返す。で、その時間は t が1から m まで繰り返すとなっていて、その中には、この c の rt っていう、行列 c の成分がありますから、これは結局、その行列の
RT 成分に全部に対して繰り返しを行わせないということを言っています。でそこで行われていることなんですが、ここではですね、ちょっと新しい記号を定義しましたので、ここだけ説明しますけれども、このチャイニーズリマインダーっていうのは、この中国十三法で、の計算を行いなさいということを意味しております。で、どういう入力で行うかというと、この C1 の RT モード N1 から CK の RT モード NK というふうに入力しておりますので、その、この意味はですね、この行列 C の行列 AB の積をですね、法を N1 として計算した結果が C1 でした。以下同様にして、法を NK として計算した結果が CK でしたっていうことを入力して、で、この結果を満たす C の RT の各成分を求めてくださいということを計算しております。中国常用定理の、もともと与えられた問題で言えば、この行列、この行列の成分をですね、N1 で割った剰余が C1 の RT で同様にして NK で割った剰余が CK の RT であるような条件を満たすようなこの C の RT を求めなさいと。そういうことですね。でこれを中国十三法で求めると。でこれをC の行列の全部の成分ですね、M2 乗個の成分だけこれを繰り返すということをやって最後5行目でこのリターン C ということで出来上がった行列を返すという流れになっております。まず、ここまでで、その、中国十三法を使った、その行列の乗算の方法を説明しました。ここまで何かありますでしょうか？よろしいでしょうか？じゃあ、次に進みましょう。